TC 楽器の百人町からこんにちは。はい、こんにちは、TC 楽器の百人町からこんにちは、YouTube ラジオでございます。第21回ゲスト、小川内さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、小川内です。お久しぶりです。小川内さんでございますね。はい、こちらは対馬でございます。小川内さん久々でございます。お手柔らかにYouTube ラジオ、YouTube ラジオなんで、百人町からこんにちはというラジオ風動画ですね。はい、映像は流れておりますが大した動きはしないので、音声だけで楽しんでいただけるようにという感じで、はい、配信しております。なので、まあ、本当もうほぼ雑談動画なんで、皆さん、作業用 BGM とかね、ですね、そんな感じでこうも利用していただければと思っております。ということで、何が振られるのかちょっと怖くてしまった慣れてないんで。いや小川さんでも1年ぶりぐらいですね、出るの。うん、前に出たの覚えてないもん。出たことあったっけ。いや、小川さん出てます。本当に、ね、21回のうちの、じゃあ結構初期の方に。ね、第12回に出てます。へえ、はい、ちょうど1年と数ヶ月前ですね。ああ、2021年の秋ですね。ああ、若かったかも。1年しかなってないですよ。あ、そうですか。まあ、その時出てます。はい。はい、普通に話してます。ああ大丈夫です。そうだったのか。はい。小林さんもね、いろいろ、まあ、ジャパビンシリーズとかで動画出ておりますが、はい、今日はラジオでのご出演です。ラジオ、まあ、ちょっと短いスパンかな。この前、レッチリのライブ行きましたって話を幼い君と、ね、雑談してて。見に行きたかったな。行きたかったですか。行きたかった。まずレッチリ結構ね見に行ったよ。はい、あ、行ったことあるんですか。武道館でも前見たし、はいはい、で東京ドームでも見た。あ、行ってんじゃないですか。はい、で今回はね、はい、その完全に俺見逃してしまった。あ、逃しちゃった。たまにありますよね。とか思ったもん、本当に。あ、その何、もうチケットのそう情報を見て先行が出て、はいはい、もう初めて知ったのはモサナイが取れたとか言ってた時。何やってんだ俺はとか。いやー、小川さんが見たのってそれ何年と何年とみたいな。何年だろうな。だからジョンが戻ってきて1回目に見たし、最初ジョンが復帰してだからかな。あと、はいはい、だからそれにしてもすげえ前だから。そうです、ね、あと東京ドームでやった時もあるじゃないですか。それで最初じゃあ20年ぐらい前に見てるってことですか。ですね、多分。それが武道館で、その後が東京ドーム。はいはい、行きましたね。見てるんですよね。見てます。僕初めてだったんですよ、レッチ。感動しちゃって。感動しますよね。ほんと泣いちゃうよね。ほんとだよ、ほんと泣いちゃう。ね、いや、ほんとに感動しました。いいよね。そうそうそう、っていう話はしてましたけども、小林さん、じゃ最近ライブって何か行ったの。今度こコロナでなんか行けなかったじゃないですか。ああ、まあそうです。そうそう、ライブがなかったね。そろそろ割とライブはしょっちゅう行く方だったんで、はいはいはい、でやっとなんかちょっと復活しだしてというか、はい、今年はね一発目バンドメイドに。あ、マジですか。バンドメイド。ずっと行きたかったんですけどね、やっと行けて。小鳩さんでしたっけ。はい、はいはい、私はミサさんが大好きなんで。どのパートの方ですか。ベースの。ベースなんですか。はい、はいはいはい、はい、小鳩さん幅広いですね。ジャンル。そうですね。バンドメイド、はい、はいはい、すごい楽しいライブで、はい、想像通りというか。バンドメイドさんといえば、神田翔海さん行った時にね、ね、ゼンマイキス見せてもらいましたよね。そうそうそう、シグネーチャー、はい、そうそうそう、うん、今年は多分バンドメイドまず行きました。行きました。まず結構ライブ行ったって話聞きますもんね。うん、ね、この間ガイタレとか、はい、リューベックとかも、はいはいはい、直近2回は行ったし、うんうんうん、結構いろいろ行ってる方かな。ボブ・ディランが来ますね。ね、ボブ・ディランは
チケット高いし、チケット高い行くつもりはなかったんだけど、はい、あのアコの井上、はい、井上君にすごい誘われて、井上に誘われたんですか。そうなんですよ、一緒に行こうって言われてるから、はい、誘われちゃったからチケット取れたら行くよって言ったんですよまあ取れたかどうかわかんないですけど、はいはい、高いんですよチケット恐ろしいですね、うん、高いですよね、はい、もう見たことあの何年か前に、はいはい、3,4 年ぐらい前なんか1回来たじゃないですか。フジロックと単独と兼ねて来ましたよね、確か。確か来たよね、東京でもなんか ZEP かなんかでやったかな、はい、うん、その時見に行ってないんだけど、はい、ね、でも今もう80代ですよね。でも年はね、すごい元気にね。今回の公演もすごい長くて、はい、ほぼなんか毎晩なんかね、そうです、すごい元気だなと思って、ね、オブ・ディラン・ライチ、スティングとかも来ますね。ね、スティングは前回のは見に行きました。あ、マジですか、さすが、さすがだマジで、はい、全然俺小川さんその辺行ったとかいう話割と広くて、ま、全く今聞いてなかったのに振っちゃいましたけど、はい、マジですか、はい、行きました。へえ、すごい、はい、今回はクラプトンも行かないんだけど、そのあ、クラプトンも来ますね、またね、クラプトンもね、まあ、行ったんだけどね、今回迷ったんだけど、クラプトン何回ぐらい行ってるかすよ。クラプトンはそんなに行ってないけど今日2回行ったあ、2回、うん、さすが、うん、もしかして三大ギテスト全員見てるんですか。ページって見たこと、ページ、あのページってジミページ、ジミページはあのなんだっけ、あのもちろんゼッペリンじゃないけど、はい、もちろん、あのなんだっけな、あれはカバーデイルページか、カバーデイルページで、はい、代々木のオリンピックプールかなんかでやった時は見に行って。マジですか、はい、え、じゃあもう 3台見てるんですよ。はい、すげえ羨ましいすげえ羨ましい、いろいろ。そうなんだ、さすがだな、はい、あ、というわけで、まあ、最近ライブね、そういう感じで、まあ、外帯も来れるようになってね、うん、楽しみですよね。そうですね、やっぱ夏も生でね、はいはい、見るとなんか全然また違うじゃないですか。いや、本当にそれは思いますね。なんかやっぱあの盛り上がりとか、うん、空気感がなんか同じ空気吸ってんのかと思うとなんかそれで感激しちゃうよね、うん、ね、あとそこで生で聴いた楽曲全部好きになっちゃいません、はい、あ、そうですね、なんかそのそれまでアルバム聴いてても聴き流してた曲でも、うん、そこでやられちゃうと、うわ、かっけえこの曲ってなっちゃって、あとで一時自分で見たそのライブのセットリストを、はい、いろんな音源かき集めてそれを再現して見た感じをこう思い出そうと思って、はいはい、それでしばらく聴いたことある。ああ、いいですよね、それのね、レッチリとかね。そうだ、帰りもう、うん、僕もレッチリの帰り、うん、電車の中でもうセトリで、うん、あのアップルミュージックでセト、あ、そうでしょ、それ並べてね、プレイリスト作って、そうするとなんか思い出すじゃないですか。そうそう、ね、でも最初のキャントストップの前に、うん、ジャム欲しいなとか思いながら聞いて、あそうですよね。そしたらあのちょうど同じこと考えてたのか、うん、帰りの電車乗ってる時に、うん、二平君から LINE が来て、あのアップルミュージックのプレイリストの共有リンクだったんですよでそれをしたらニヘイ君も同じのまとめてて、なるほど、でもニヘイ君の場合は、うん、あのキャントストップの手前にジャムがあるバージョン、はいはいはい、あのイントロジャムから、まあ、必ずライブやるじゃないです か、はいはい、だからあのハイドパークかなんかの音源を彼が持ってて、はいはい、かっこいいですもん、ね、そう、あれめっちゃかっこいいじゃないですか、うん、あれを入れてるんですけど、うん、ほら共有できるのってサブスク解禁してる音源だけなん で、うん、そうですね、プレイリスト共有した時って、確かに、だからニヘイ君がパンって送ってきたと思ったらキャントストップがないプレイリストが、うん、来ましたね面白い、うん、そう、まあ、でもそういうのもね、ライブの帰りとかにすとか、あの、ね、ライブ終わってから数日やっぱそういうの聞いちゃうのは楽しいですよ ね、うん、いやー、まあ、夏フェスとかもね、あの迎えたらいっぱい来るみたいだし、うん、まあそんな感じでね、ライブもいろいろ見に行けるような、楽しいですよ、楽しいですね。そう、というわけで、まあ、ラジオ企画なんで、今日の一曲、はい、毎回あの曲だけ言ってます、曲名だけ言ってますね、はい、あの流せないんですけど、はい、一曲ラジオなんで一曲です。お母さん覚えてないですか、このいや僕が出してるんですけど、いつもあのラジオだから、はい、本当は音楽流したいけど、まあそうですよね、あの YouTube だと流せないから、はいはい、雰囲気だけでも楽しんでもらおうと思って、テーマ曲というか、その日こう一緒に聴いてほしいというか、なるほど、そんな曲なんとなくこう、そうですね、出してるんですけど、はい、ちょっと僕選んできた今日の一曲はですね、
TM ネットワーク、はい、ビヨンドザタイム、おお。そういうそういうなんですか気持ちなんですか、それ聞きたい。あ、別にっていうと語弊がある別にっていうと語弊がある。いや TM 好きなんですけど、はい、好きなんですけど、まあどのぐらいこうあれかとか、なんでこの曲かとかっていうのは、まあ、TM を僕が今 TM の気分だったとかいうわけじゃないです実は、うん、あの Beyond the Time、発売から35周年、発表からシングル発売か、シングル発売したのが、1988年の3月5日35周年とかなんだ。そう、35、そんなに経つんだ。88年の3月5日、だからまあこう、まあね、今日も3月ですからね、はい、ちょうど35周年、というので、あの見て、おっと思って、うん、セレクトしてみました。いいですね。まあ、TM ネットワークすごい好きなんで、うん、前もなんか俺、今日の1曲で TM 出しちゃった気がするんだよな。もっと幅広げようなんで TM ばっかり出してんだ、うん、まあ、あのたまたまね、このタイミングで、あ、35周年なんだっていうので気づいて、うん、ね、そんな経つんですよね。で、なんで気づいたかっていうと、はい、あのこの曲某劇場版アニメの主題歌、うん、あのガンダムの逆襲のシャアの主題歌だった、うん、なるほど。で、逆シャアが35周年だっていうのを騒いでるのを見て、ってことはあの曲も35だった。なるほど、そっからそう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 、うん、ちょうど35周年らしいですよ。逆襲のシャアは88年の3月12日公開、先週ですよ。先週ですって声が生まれる前ですよ。生まれてない、すごいな。小川さん、ガンダムってそうですね、どうですか。あの見てたけど、はいはい、そうだな、そんなにバーっていかなかったかな。あ、本当ですか、はい、うん、見てたけど、うん、そうですね。そっか、じゃあこの辺の劇場版とかはもう特に。そうですね、浅かったな、その辺は。なんか、あのうちのスタッフ、ガンダムファン多いですよ ね。どっちかって俺、エヴァンゲリオンとかの方が、あ、エヴァか、こう夢中な感じだから、うん、エヴァファンも多いですよねなんか兼ねてる人が多いけど、カリベさんとか、二平とか、うん、田中さんとか、ね、みんな好きだ、幼いとか。僕は、あの本当去年ぐらいからガンダム見始めたんで、うん、全然あの勉強して、はい、まあまあそれで今日の曲、まあ、そういう節目らしいんで、ね、うん、あのなんとなく出してみました、はい、TM ネットワークビヨンドザタイム、まあ、こういう曲かっこいいなと思いますね、すごい、うん、僕はだからガンダムを知らなかったんで、うん、TM ネットワークもともとハマ、ずいぶん前にハマって聴いてて、で後からガンダムの曲じゃんって言われて、あ、そうなんだって、うん、そうそう、でガンダムも今勉強中で、その逆車の前になる、何ですか、ダブルゼータ今見てもう終わるところなんですけど、ちょっと逆車見ようかな、うん、っていう気分ですはい、皆さん、あの聞いてみるなりね、串ずさむなりで楽しんでいただければと思います。というわけで、前回のラジオでですね、はい、コメントいただいているのをちょっと読もうと思います。まあ、レッチリの話してたから、レッチリ最高でしたねって、こう結構リスナーさんも言ってた方多いみたいで、ロッキンポコロさん、レッドホットチリペッパーズ最高でしたね、あの4人をまたこの目で見れるとは、うん、音も良かったし、常に大歓声だったし、生アンダーザブリッジで累戦崩壊しました。しばらくずっと同じセットリスト聞いててもすげえわかるっていうやっぱ同じ話みんなやるんだね、やっぱみんなやるん、うん、余韻がね、うん、あると。レッチリ最高でしたね、マヌコのミックスさん、レッチリ最高でしたね、エディのソロは本当に痺れました、音だけで当てる企画続投希望です。あ、音企画なんですか、エディのソロ、あの新譜ですね、うん、レッチリの新譜聞きました、聞いてない、あ、楽しみですね、聞くの、うん、ね、あのジョンのギター、ね、炸裂してる曲が、うん、こちらほらあるんで、はい、久々のラジオだったんですね、前回が、あの、うん、久々のラジオだけどラジオファンの人どんぐらいいるんだろうねみたいな話を確か抑えことしてて、それを心配してくれてたのが、いますよラジオファンです、
忘れた頃にやってくれるので配信あるとめっちゃ嬉しいですと思う。西春巻様ありがとうございます。はい、忘れた頃じゃないんじゃないですか、今回は結構短いスパンなんで。はい、ということで、本題に入りたいと思います。岡井さん、本題、はい、今日のテーマ怖い。本日のテーマ、はい、今欲しい機材。あ、これもう純粋に小川さんがゲストなんで、小川さんの欲しい、まあ機材とか、まあどうしようかな。小川さんって今欲しいギターあるのかなと思って。欲しいギター、欲しいギター、欲しいギターっていうのは結構いまだにやっぱ見るとなんか欲しくなって、1回とかこう通るたんびにおっってなっちゃうのが結構あるじゃないですか。それおって今最近一番なったのなんですか。まあいろいろあるけど、はい、あの実はあのもう去年になるんだけど、はい、去年あの暮れ頃に、はい、ベース1本買ったんですよ。あ、もう欲しいな欲しいなじゃないですか、もう買ってんだ。そうなんです、最近だとそのなんかね、あ、だから小川さん、俺てっきり最近もう買ってないのかと思って、うん、まあ、全然ベース弾けないんだけど、はい、なんとなく、はい、ベースなんか憧れというか、はい、なんかこうちょっと弾きたらかっこいいなみたいな、はいはいはい、思ってたんですけど、はい、え、ベース何買ったんですか。あのミュージックマンの、はい、スティングレイの、はい、あのショートスケールってやつ、ショートスケールスティングレイ。てかスティングレイ買ったんですね。はい、マジで。いや、スティングレイは昔から憧れてたんです、はい、俺。あ、ずっと欲しかったんですか。あの、はいはい、ACDC とか、はいはいはい、エアロスミスとか、はいはいはい、トム・ハミルトンとか、もうあのなんだろう、昔の70年代こう使ってるイメージがすごく強くて、はいはいはい、なんかずっと欲しかったですよね、うんうん、だけどずっと変えてなくて、はいはいはい、でなんかもう別に弾けないし、うん、いきなりああいう本ちゃんのスティングレっていうのはうーんと思ったんで、はいはい、まあやっぱ初心者だからと思って、うん、こう短くて弾きやすいやつで、あのヤマハのモーションベースとかも、はい、好きだったんですよ、弾きやすい。モーションベースいいですよね、はい、俺めちゃめちゃ好き。だからあれでもよかったんだけど、はいはい、たまたまそのショートスケールのスティングレが入って、うん、ちょっと弾いてみたらすごいなんかネックの感じとかいいし、うん、なんか本当なんていうの、長さ的にはギターとほとんど変わらなくて、はい、あ、そんな短いんですか、ね、うん、なんか敷居がこう低くて、はいはい、ちょっと弾くにはいいかなと。へー、はい、いいですね、はい、そうなんだ。え、小林さん、ベースって今までほとんど手出してなかったんですか。いや、中学3年の時かな、はい、あのグレコのベースは買ったんですよ、前。はいはいはい。ベースはちょっと弾いたことなんですよ。あ、それでも前、そうだ、言ってましたよね、スティーブ・ホークさんの、はい、そうだ、中学の時に。あ、そう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 、ね、あのグレコの、PMB1000 っていう、はいはい、リッケンバッカータイプの、はいはいはい、いわゆる当時はそのポール・マッカートニーベースとか言ってたんですけど、はい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 、これはその頃イエスのクリス・クワイアが好きで、はいはいはい、そういうベースが欲しくて、うんうん、そうだそうだ、その話はしてらっしゃいましたよね。はい、で、それ、まあ、その時その頃はちょっとベースやったんですけど、うん、なるほどなるほど、はい、でずっと離れてて、はいはい、でもなんかベースかっこいいなと思って、まあ、漠然とね、はい、まあいいですよね。友達でもベースやってるやつとかいて、はい、やっぱそのプレイとかこうライブなんか見に行くとやっぱいいなと思って、はい、ちょっと弾いてみたい、弾けないけど弾いてみたいなみたいなのをちょっと思ってて、はい、ってて、はい、買ってしまいました。え、もしかしてその PMB からずっと買ってなかったですか、はい、ベース。あ、そうだね、多分 PMB から、ベースは本当まだ2本しか買ってないかもしれない。2本は買ってんだ。その2本だけで。ちょこちょこというか、まあ長いキャリアの中で買ったことはあるっていう、うん、最初はね、その高校の時と中学の時、はい、ベーシストでバンドのベーシストだった時はある。あ、え、じゃあ、 あの楽器屋さん入ってからベース買うのは、はい、初めてかも。あ、マジですか。多分。すごい。ギターは若い頃とか、うん、あのすげえ買っちゃった。いや、なんかそう、めちゃめちゃ買ったって話はもう聞く買ったんですけど、うんうん、なんかこう見てはなんかこう衝動が、今のツッシーじゃないけど、はい、安いやつばっかりだけどね、うん、買ってた時期もあって、いや、まあまあまあ、まあ、あのそうですね、僕も本当に我慢できないんで、うん、最近はね、もうそのちょっと落ち着いてて、はい、まあ、まだそんな買ってなかったんですけどね、うん、まあまあ機材紹介の時話してましたよね、うん、昔すごい買ったけどね、久々にね、買ってしまいました。はい、そっか、はい、なんか記念というか、そのあれいいですね、なんか、うん、だってベース
ずっと買ってなかったわけじゃないですか。そうですね。ちょっとこう思い入れが入りそうな。そうですね。なんかね、やっぱ新しいことになんかこうトライするのってなんかいいですよね、はい、じゃあ今弾いてるんですか。ちょっと練習して。おお、はい、いい。なんかちょっと弾けたらいいな、はい、なんかあのこうスラップ、はい、チョッパーでちょっともうこの弾けたらいいなっていう、そういう憧れだけ。いや、めちゃめちゃいいじゃないですか、はい、なんかね、だからバンドメイドのミサさんかっこいいなと思って。なるほど、なるほど。そこに、そこに繋がるわけですね。すげえいい音出してるでしょ。はいはいはい。なんかね、刺激されて、そんな弾けないけど、はい、ベースっていいなと思って。すごい。ベース。で、はい、おばあさん今ベースを、実は買って弾いているという。そうです。一人でこっそりと見せられるもんじゃないから。あ、じゃあ、ギターはちょっとあれですか、今はおとなしい感じです。そうですね、ギターは本当だから前にあのほらうちの店のライブ、はい、去年あったじゃないですか、 TC ライブか。ああ、あの時弾いた木も弾いてあの毎年秋にあの忘年会代わりにやってる本当あのね、はい、本当社員もうスタッフだけで、そうですね、あの忘年会のりでの代わりにやってるライブがあるんですよね、はい、身内ライブです。ライブっていうのかなあれそうそう、あれそういうのがあって、はい、でそれちょっと引っ張り出されてというか、使っていただいたのでちょっと弾かせていただきました。引っ張り出されてその程度しかやってないですね。もうそれから弾いてない。そうですね、半年ぐらい、はい、そうか。じゃあ今ベースにお熱ということ。そうですね、はい、ベースでとなると、じゃあ今欲しいってこう思ってるギターとか今特にない。そうですね、うん、なんかもうちょっと弾けるようになったらベースで、なんていうの、その本格的なっていうか、まあその、まあそうですね、スケールの、まね、ロングスケール。そうですね、なんかそうね、なんかちょっとベース欲しい感じもしますけど、ね、おお、ハマってってる、うん、だけどまあ弾けないから今買ってもって感じはするんで、はい、いやいやいや、でもまあでもいいですね、自分のそのなんかね、あ、じゃあ次欲しいなと思ったタイミングでどんどん、うん、どんどん沼にそうですね、なんかベース沼に入っていってるスタッフ多いですね最近。うん、なんか多いよね。内藤とか、ね。ベースブームだよね。うん、いいですね。うん、今ベースコーナーね、1階に、ね、T シャケの1階にまた戻ってきて、松井店長がね、はい、今バリバリやってますので、うん、ベースコーナーもね、今活気がありますけども。楽しい。ちなみにベースアンプって持ってるんですか。ベースアンプ持ってないんですよ。お、今空弾き、あのちっちゃいあの、はい、その TC ライブの練習しなきゃいけないから、はい、その時にあのギターアンプも大きいやつはあるんだけどちっちゃいのがなかったから、はい、あのまあ、ちっちゃいミニアンプを買って、でそれに、まあ、ベースも入れて練習してます。なるほどね、はい、じゃあそれで今やってますと、はい、いいですねエフェクターとかは特に。エフェクターはなんだかんだいっぱいありますね。エフェクターは結構ほら、はい、ギターやってるとさ、エフェクターって買っちゃうじゃないですか。いや、もう小川さんのエフェクター爆買い伝説はもうたくさん聞いてるんで。そうですね。だってな、マイクロアンプ何個買ってたんですか。マイクロアンプは今5台はあると。全部ヴィンテージ。マイクロアンプのオリジナルのマイクロアンプってあんまないんですよ。はいはい、なくて見つけるたびに昔買ってた。だからオリジナル版で多分5台はある。いいですね。はい。あの MXR のね、はい、昔のね、ワンノブのブースタープリアンプみたいなやつですけどね。はい、いいですね。ちこだわって。今欲しいエフェクターってあるんですか。あれ欲しいなみたいな、気になるなみたいな。うん、ありますよ。昔はすごいなんていうの、はい、オーバードライブとかブースター、本当ブースターとかに、はい、なんていうの夢中になって、はいはい、ブースター系とかすごい集めてたんだけど。あんまりなんていうの、その昔はファズとかってあんまり分かんなかったんで、あー、なるほど、マーシャル の, あのスタックとか昔使ってて、はい、アンプ直で歪ませて、まあ、ブースター使うぐらいの感じが多かったんで、はいはいはい、トーンベンダーとかビッグマフとかああいう系ってあんまりいかなかったんで、はい、あー、なるほどなるほど、なんだけどやっぱ興味はあるから、うん、でもファズってあんま持ってないんですよ、はいはい、唯一持ってるのはあの70年代後半80年代頭くらいのビッグ、はい、ビッグマフ。ビッグマフ。はい。だからそのぐらい、それは気に入ってんですけど。でもそれってあれですか。うん、あの
80年代、ああ、じゃあサードですか。そうですね。はいはい。デザインは今のやつで、そうです、そうです。LED がないやつ、はい、なくて、チェーキンノブで。はい。オペアンプのやつです。あ、オペアンプ、はい、めちゃめちゃいいじゃないですか。もう後半のやつで。はい。オペアンプ、OP マフいいですね。うん、俺はあれすごいですけど、ぐちゃーってこう、はい、ドシャーってなって、そう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 。だから結構ね、そのジョンじゃないけど、はい。なんだろう、あのボスのさ、はい、DS2 とか DS2 最高、ビッグマフとか、はいはい、だからそのレッチのせいでその辺にちょっとこだわっていった時もあると、はい、一時その日本製の DS2 見つけるとずっと買ってた、はい、DS2 も多分いっぱいある。 DS2 いっぱいあるんすか、うん、いいですね。いっぱいある。今最近見ないんですよ。そうだね、うん、なんか値段もね高くなっちゃった。高いですよ。そうっすね。僕もたまたまその買える値段というか、うん、まあ、その今の相場じゃない日本製 DS2 と、あと台湾初期のまだゲルマニウムトランジスタの時の、うん、あ、ゲルマニウムトランジスタでダイオードか、はい、ゲルマニウムダイオードの時の仕様が変わらない時期の初期の台湾製と1台ずつ持ってて、うん、手放せないですね。なんか別に1台でいいのに、うん、そうなっちゃうんですよね。 DS2 いいですよね、うん、フル10でいいんだよね、うん、あれ全部もう上げちゃって。はい、なるほどね。なんかちょっとね、じゃあファズ系か。ファズ系ファズね。ファズもすごい値段だけどね、はい、なんかファズもちょっと憧れますね。うん、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、というわけで、まあ今日のテーマ、今欲しい機材というのは、まあ、小川さんの、はい、その欲しい機材をいろいろ聞いて、はい、盛り上がろうと思ったんですけど、まさかもう買った機材が最近あったということで、ベースがね、うん、超久々にね。いや面白い、はい、俺それ今聞けると思わなかったんで、うん、そうなんですよ、うん、まさかの感じ。自分でもまあびっくりしたんですけど、買う買う今買ったんだみたいな。久々に機材買った、今からベース買うんだみたいな。いやめちゃめちゃワクワクしません、持って帰るとやっぱ。あ、そうだね、新しい楽器、うん、嬉しいよね。いいですね、うん、じゃあ来年というか次の TC ライブはベースで、いやぜひ。これあんまりこのライブの話するとね、見せてくれって言われるんですよ。なんか配信とかでもね、うん、結構いたんですよ。やったことはそういうのがあるんですよねみたいな、うん、そういうのがあるんですよねって説明をせずにいきなり TC ライブがあっていきなり言い出すスタッフが多すぎるんで、そのために僕1時間説明してるんですけど。確かにそうそうそう、忘年会代わりにやってるそのスタッフ同士で、まあ、集まってやる小さいライブがあってっていう話なんですけど、はい、そう11月とかにね、で毎回その自由になスタッフ同士で組んで、バンド組んでみたいな感じでやるんですけどね。で、小川さんついにベースで参戦。いや、参戦できるぐらいになったらいいんですけどね。動画公開してくれってよく言われますが、絶対にしない、絶対にしないのでね。見せられるもんね。うん、見せるもんじゃないですね、少なくともね。ということで、TC ライブ100人超からこんにちは。今日1個言っていいですか、はい、今日たまたま、はい、ちょっと嬉しいことがあって、はい、餃子の王将のカードがプレミアムの 7% 割引カードになった。いや、それめちゃめちゃいいじゃないですか。すごいなんか達成感があって、はい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 、今年こそ、今まで取ったことなくて、はい、今年こそはい、ゴールドプレミアム、それでプレミアム。あとそれ条件どんな感じなんですか。なんだ、500円で1個のスタンプかな。それが50個貯まると、はい、最初にゴールドのその、はい、なんだ 5% 割引カードになる、はい、ランクアップがね、そう餃子クラブの、はいはい、それがそれでまた50個スタンプを貯めると、はいはい、7% のプレミアム会員カードに、はいはいはい、ランクアップする。へえ、それが、はい、結構じゃあ通ったんですよね。通いましたね。そのどんぐらい通ったらそうなるそのなんだっけ、え、何ブラック、何になったんですか。プレミアムか、プレミアムカード、はい、それは何回通ったの。何回通ったんですかね。結構もうほとんどなんかもう通い詰めて、はい、はい、あ、じゃあ平日いつもお昼は。最近はだからそのためにちょっと王将に帰りました、はい、あ、なるほどなるほど、はい、それがちょっと嬉しかったんで、はいはい、ちょっと出させていただきました。というわけで小川さん、はい、王将事情をお伺いします。王将通い詰めて、ちなみに鉄板メニューは、鉄板メニュー、はい、餃子定食、はい、が王将ラーメンと餃子2人前のセットがいいですね。はい、はい、でした。
というわけで、第21回ゲスト、小川さんでございました。TC 楽器の100人長からこんにちは、はい、ちょっとまた近々ありました、はい、ゲストを迎えてやろうと思います。小川さんまたお願いします。はい、ありがとうございました。はい、というわけでありがとうございます。来年会いましょう。来年、いやもうすぐ呼びますよ。ありがとうございます。